待て。じゃあの。誰だね。なんであの場所で俺を見張ってた。見張ってたわけじゃありません。護衛をしてたんです。四代目。お前東城会の人間か。ええ、東城会直系の染谷一家のもんです。染谷一家。ご無礼をお許しください。四代目、親父からの命令だったんです。四代目を影からお守りするようにって。俺は昨日までずっとカムロ町を離れていたし、今日来たことを登場会に知らせてもいない。なのに随分手際がいいな。なぜ俺があの場所にいると分かった。自分にはよく分かりません。ですが親父が言ってたんです。あの場所にいればきっと四代目が現れると。何？四代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね。親父からはそう聞いています。そうか。ならお前の親父ってのは今どこだ。染谷一家の総長はどこに行けば会える。別にお前が言わなきゃ街中で聞いて回るだけだ。だが省ける手間は省きて。わかりました。親父は東城会本部です。菅井会長代行と会うと言ってましたから。東城会本部か。くそ、またあそこに行かなきゃならねえのか。あの、何か。俺は東城会の匂いを消すために無所で身を洗ってきたばかりだ。そっから何日も経ってねえのに、なんてざまだと思ってな。
く寝てろ。アイドルファンってのはあいつらのことか。片っ端から話を聞いてみるか。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい、何でしょう。沢村遥香ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。あなた今沢村遥香と言いましたか。ああちょっとグッズを探してて。どうしよう。何彗星のごとく現れ、瞬く間に僕らの心を魅了した刹那、突如引退を宣言した伝説のトップスター。あなたはその沢村遥香さんのファンであり、僕の同志というわけですね。ああそうだ、遥香さんの歌に俺も心を打たれてな。グッズとかを集めたいんだが売っていなくて困っているんだ。何か情報とか知らねえかな。うん、なるほどなるほど。確かに遥香さんのグッズは引退騒動もあって販売取りやめが相次ぎプレミア化してしまっている。さらに時間も経っているため今入手することは非常に困難なのです。そんなことになっていたのか。ですが実はつい先ほど激レアはるかさんプロマイドを入荷した店があるとの情報を得ましてね、これからその店に向かおうかと思っていたのですが、あなたに譲ってもいいですよ。本当か。それはどこの店なんだ。ですがあなたがはるかさんファンを装ったただの転売屋という可能性も捨てられません。なので簡単なはるかさんのクイズを出します。それに正解できたら同志であることを認め店の場所をお教えしましょう。わかった、約束だぜ。では問題です。沢村はるかさんがプリンセスリーグ初登場した時に歌ったあの超有名な曲のタイトルはなーに。こんなんじゃないだ。正解。あなたを同志として認めましょう。まあ簡単すぎましたかね。ではお教えしましょう。はるかさんのプロマイドがあるのは恵比寿屋という質屋さんです。ですが激レアですからね、他にも狙う同志たちがいるかもしれません。頑張ってゲットしてください。
ああ、急いだ方がいいみたいだな。じゃあ、行ってくるぜ。あら、ダーツ勝負のお誘いかしら。そう、つまらない男。ようこそセガへ。この店では懐かしのアーケードゲームがプレイできます。後悔するしばらく寝てろ。おや、キリュウさん、今は食事を取る段階ですよ。食事を終えたらまたいらしてくださいね。おや、キリュウさん、今は食事を取る段階ですよ。
食事を終えたらまたいらしてくださいね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おや、キリュウさん、今は食事を取る段階ですよ。食事を終えたらまたいらしてくださいね。おっほう。初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。お初にお目にかかります。四代目、どうも。染谷一家総長の染谷です。この度は無所でのお勤めご苦労様でした。俺が来るのを待ってたってわけか。うちの子分が四代目に誤解を受けるような真似を、どうかご容赦ください。誤解ってのはどういうことだ？
立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか。四代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。登場会じゃ桐生さんより古い。六代目が不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か。まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり四代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ねえ。どうも、たびたび失礼します。おう。四代目をご案内してまいりました。お久しぶりで、四代目。俺の顔、覚えてます？やっぱり覚えてませんか。ま、俺は六代目体制になっても名ばかりの相談役でした。無理もない。もうお聞きでしょうが、六代目が札にパクられてからこの老いぼれが引っ張り出されましてね、せっかく若返った登場会もまた古い世代に逆戻りです。四代目から見るにさぞかし頼りないでしょうが。随分でかいテーブルを入れたんだな。極道も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね、お気に召しませんか。そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。まあどうぞ四代目。長居するつもりはねえ。だがいくつか聞きたいことがある。例の四代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。はあ、痛ましい話だ。お察しします。遥かの事故はいつ誰から聞いた。事故直後に札からの情報です。あんたのとこにはカムロ町中の事故の報告が行くのか。沢村遥というお嬢さんは四代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで。その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。そいつは染谷一家の人間と言ってたが、監視を指図したのはあんたが、菅井。監視じゃなくて護衛ですよ。四代目がカムロ町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやく四代目のご無事を確認できたという次第でしてね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして、四代目は堅気になったとはいえ、中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。
余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。四代目のお人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか、菅井さん。四代目に護衛なんか必要ないってね。大体狙われる理由がないんですよ。もう堂島の竜なんて看板、とっくにカビが生えてんですから。桐生さん、さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。随分と威勢がいいんだな、今の若いのは。中国マフィアとの構想のおかげですよ。いや、だってそうでしょう。最近まではいかに金を稼げるかがヤクザの力だった。六代目体制の登場会幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。でかい構想のおかげで登場会のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの格に直結する。要するに力ずくで出世できる、ヤクザにとっちゃ至極真っ当な時代が来たってことです。いい時代になったでしょ、四代目。あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若いもんの力を頼りにしてくれてますねえ、菅井さん。誰よりも組織のために体張ってる人間が中枢に入る、当然のことだ。今の俺にはヤクザの価値なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。お前らが遥の事故に関わっていることは何もねえんだな。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。ああ、確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一登場会が何かの理由で俺の身内に手を出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。堂島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。
伊達さんから聞いたわ。はるかちゃんが交通事故に遭ったって。ああ、今意識不明の重体で ICU に入ってる。しかもはるかを引いた犯人はまだ見つかっていない。何か犯人につながる情報がないか探ってるところだ。キルさん、スマートフォン持ってるわよね。ああ、ちょっと貸してもらっていいかしら。はい、これでいいわ。ん？どうかしたのか。カムロ町の情報掲示板みたいなものなんだけど、そのアプリを今インストールしたの。もしかしたらそこに何か情報があるかもしれないと思って。ありがとうママ、後で試してみる。ちょっと待てや、おっさん。お礼何か用か。ああ、いくらか金貸してほしいんだけどさ。すぐ返せっから財布出してくれ。そうか。で、すぐってのはいつだ。あ、んだとこら、てめえ、舐めてんのか。マジかよ、この親父、信じらんねえ。なんだ、騒がしいな。あんたはジャスティスのレインメーカー。ずいぶん喧嘩慣れしたおっさんだな。君らじゃこの人は手に負えませんよ。僕らが守ってあげましょうか。いや、そんな、もう俺らはいいっすから。ほんと、なんでもないっす。そう、それじゃ俺らはこれで。なんか不思議なおじさんだね。ずいぶん雰囲気あるけど、ヤクザともちょっと違う。となると元ヤクザってどこかな。当たってる？何者だお前は。僕はジャスティスの孔明。ジャスティス、新手のギャングってわけか。ギャングだなんて人聞きが悪い。むしろ僕らはギャングを潰すためにできたチーム。ジャスティスはその名の通り、正義を貫く若者たちの集まりなんですよ。ほう、正直そうは見えないがな。いつまで遊んでるんだ、孔明。すみませんすみません、面白いおっさんがいたもので。すぐ行きます。早くしろよ。
彼は岡田和親、金の雨を降らせる男、レインメーカーって呼ばれている。そしてジャスティスのメンバー3000人の頂点に君臨する男。何？ 3000？ 驚きましたか？この狭い町に3000人の勢力、バカにできたもんじゃないでしょう。彼のカリスマ性に惹かれて、ジャスティスには今日もたくさんの若者が集まってくる。若者の居場所のないこのカムロ町で力を発散したくてうずうずしてる連中がね。なんだかおっさんとはまた会える気がするな。それじゃ。しばらく見ねえうちにまたいろいろ出てきたな、この町は。いらっしゃい。今日はどうするんだい？いや、何でもない。そうか。また気が向いたら遊びに来てくれよ。決めた目標を先延ばし、そんなあなたの心の闇に光を差し込むアップルパイ。アダムも犬も欲しくて欲しくてつい食べちゃったよアップルちゃん。本日もカフェアップルパイは禁断のセクシーアップルたちがテーブルにしております。さあ食べちゃって食べちゃって食べちゃって、おいしいリンゴペロペロリンゴ、やってらっしゃい、いってらっしゃい、出荷したてのおいしいリンゴですよ。いや、さあ一番シート一番シート一番シート、マリンちゃんそのシートにいっちゃってちょうだい。皆さんハスラするラストアップルショット当店延長も30分からございます。伸ばして伸ばしてのびのび、レールにつければ大事なところものびのび、間違いなしでございます。アップルアップルアップルパイ、プルプルアップル食べちゃいましょう。おいしくおかしくマナーよくプルプルハッスルアップルパイ。ありがとうございます。そうだ、立ち話のおじさん、さっちゃってさっちゃって、さ
時間食っちまった。ちょっと聞きたいんだが。はい、何でしょうか。この店に沢村遥の激レアプロマイドがあるって聞いたんだが、まだあるか。確かに入荷しておりましたが、つい先ほど売れてしまいまして。なんだと。そうか、わかった。またのご来店お待ちしております。なんだお前ら。返せ、僕のハルカちゃんに触るな。なんだ。
何見てる？殺すぞ。どうかしら。ったく時間食っちまった。強そうだな。さあやろう。手間取らせやがって。ちょっといいですか？あなたすごく強そうですね。それに正義の心を持っている。いや、目を見ればわかります。あなたならこの町を救えるかもしれない。誰だ？これはすいません。私、トラフルと申します。この町も随分物騒になりましてね。実は町の至るところで凶悪犯罪が起きてるんです。警察も手に負えないほどにね。こんな状況でのんびり警察に頼っていたら手遅れになってしまう。すでに被害を受けた人も多いんです。だから私、この町のトラブル用 SNS を開設したんです。この町で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。だからこの町を救うためにもあなたに力になってもらえないかなと。そうか、いいだろう。桐生だ。桐生さんですね。ありがとうございます。では SNS に登録しますんで、これでよし。これから神室町に起こっている事件が SNS に届きます。もし助けていただけるものがあれば、ぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。神室町を良くするために頑張りましょう。
いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。取らせやがって。伊達さんか。ああ、俺だ。今は病院に秋山が来てる。用事が済んだら病院へ来い。俺はちょっと出かけるわな。分かった。すぐ向かう。それじゃな。